サブース皆さんこんにちは、ドイツガイドの萩原です。早速ですね、ちょっと恥ずかしながら、ここに大きな出来物が、なんか桜も食べ過ぎなのかな、ちょっと隠すためにすぐ早速今日はご紹介したいところがあるんですが、こちら、まあかなりね、今日はマニアックな場所を皆さんにご紹介しようかなと思うんですが、まあミュンヘンからだいたい電車もしくはバスで40、50分、車だともっと早いかな、40分ぐらいなんですが、フィッシュバッハウというですね、バイリッシュファーベン、ちょっと山にね囲まれた地域になるんですよね。まあミュンヘンに住んでいる方でもほとんど知らないかと思うんですが、ただここはカトリックの巡礼地の一つでもあるということで、多くのね巡礼者が訪れる場所になります。1673年のね出来事になるんですが、司祭のヨハンさんという方が祈っていたところ眠り込んでしまった。そこにマリア様が登場して、その私を祀ってくれる礼拝堂を作っていただければ皆様に慈愛そしてお恵みを与えましょうというね風に夢の中にマリア様が出てきて、そして木造の礼拝堂を作ったんですね。そしてその後に目の前に見えるこの1710年に大きな礼拝堂を建てました。まあ、16世紀から17世紀にかけて、まあ、バイエルンっていうのは、まあ、カトリックの信仰がピーク最高潮をね迎えることに、ね、なります。まあ、マリア様っていうものはキリストのお母さんということなので、崇拝はしてはいけない、拝んではいけない、崇敬敬うことは OK なんですけど崇拝はしてはいけない。ただマリア様ってはね昔から人気がある、今で言うスーパーヒロインのようなものなわけなんですよね。ということで、かつ、まあ、ミュンヘンでアトラス・マリアヌスっていう大きな図鑑が発表されたんですね。本が出版されたんですね。まあ、マリア様のその奇跡を起こした場所とか図像とか絵画がどこにあるかっていうのを、まあ、示したものなんですけど、それがヨーロッパで各国で広まってですね、さらに大人気を得たということなんですね。この家はイタリアのロレートにある聖なる家サンタカーザっていうものをですねお手本にしているんですね。1294年にイエスが生まれた家、つまりマリアが生まれて受胎告知を受けたところから、どうやら天使がその家をロレートに運んできたということで、それを管理していたのがイエズス会、フランシスコ・ザビエで有名なそのイエズス会が、あれは世界をね布教するイエズス会ということなので、そのロレートの礼拝堂をレプリカすることがドイツでもね流行ったということで、そのマリア様のサンタカー様がこの中にあるということで、特別にちょっと許可をいただいたので中を見てみようと思います。
まあ、そしてここにはですね、もう一つね、有名なスポットがあるんですね。まあ、甘いもの好き、僕にはちょっとたまらないスポットということで、見えますか、ここカフェビンクルシュトゥーベルレ、まあ、ベジッツァテクラマーリアホーファースって書いてあるんですけど、どうやら女優さん、昔、今ではないんですけどね、なんか結構女優さん、活躍した女優さんが経営するカフェということで、もうバイエルン、もしかしたら全国で結構こう知られているカフェ、まあレストランなんですけど、カフェがね、ケーキがすごい美味しいということで、もう Google とかでも4000ぐらい、レビューが5000ぐらいあるということなんですよね。見てください。わー、こういう花の飾られたバイエルンの伝統的な家屋ということで、ちょっとどんな感じか入ってみましょう。お店カフェのね、中に入ってきました。どんな感じか、すごくね、こうバイエルンの、ま、農家のね、雰囲気がものすごくたっぷりあるんですが、ここの特徴は結構ね、カフェの何ですか、このグラインダーっていうんですかね、豆を挽くこのグラインダーがたくさんあるのが、こうアンティークな感じがしますよね。わあ、至る所に、ね、この棚の上にこういう棚も素敵ですね。もう1300年ぐらいにシュワイゲ、まあ、牧畜とか酪農小屋として文書でね、公式に出てるという、わあ、ここもすごいということなので、わあ、いいですね。なんか早速僕もケーキいただこうかなと思います。早速ケーキをですね、頼みました。見てください、この大きい、うわー、さくらんぼのケーキということらしいんですよね。エスプレッソ、うわー、すごいな。なんか 300g 以下はクッキーだみたいな、なんか標語がありましたけど、大きさ、大きいケーキでも有名らしいんですよ。あ、ミルフィーみたいな、珍しい、ドイツで。うんうん、あ、生クリームはね、ほとんどお砂糖入ってない。なんでこのさくらんぼのジャムというかコンポートが甘さを引き立ててる。さくらんぼのコンポートも酸っぱさ、いい酸っぱさがあって、うん、カフェの横にはクッキーもついてる。もう、ということで、ね、いかがでしたでしょうか。かなりまたね、今日はマニアックなところ、ビルケンシュタイン巡礼協会をね、ご紹介させていただきました。まあ、ケーキもね、食べたんですけど、まあちょっとね、バイエルン旅行、ドイツ旅行の一発目でここに来られる方ってのはね、いないかと思うんですが、まあこういうのもありますよっていうこと で、ちなみに2021年に生まれた女の子で、マリアって名付けたのは、で、皆さん大体何位ぐらいかね、わかりますか。まあ高くはないんですけど、34位なんですね。ちなみに一番人気の名前は最近はエマ、エミリア。男の子が逆にでもずっと昔から名前をね、人気があるんですよ、ここ数年。それがマキシミリアンに、ね、なるんですね。まあ、マキシミリアンって言ったらドイツの皇帝マキシミリアンもいますし、マキシミリアン選定公っていうね、ドイツの、君主もいましたし、マックス・ヨーゼフ、ドイツ古代、初代国王、ルートヴィヒ2世のお父さんもマキシミリアン2世ですからね。ということで、いかがでしたでしょうか。また、次回のね、動画でお会いしましょう。チュース。